続きまして、FC 大阪マーケティングダイレクターの青野様より、サッカーで行うまちづくりについてご講演いただきます。タイトルは、世界のスタンダードを目指すサッカーでまちづくりです。まずはこちらの動画をご覧ください。大阪の中継うまいことできました。ああ、よかったよかった。これね、出待ちでこれ持ってたら、もうみんなコグラチュレーション。おめでとうございます。めっちゃ嬉しいです。おめでとうございます。催涙弾がどう言いました。催涙弾です。催涙弾です。放水車と催涙弾がバンバン飛んできています。海の道路もあちこちも人で溢れてるんで、今日はもう何もできない、何もできないです。外天門がここのねスタジアム見てもらってもね、あのサンゼルマンのこのサポーターのなんかこの勢いで、このピッチの芝生の状況で、 LED のディスプレイで、この色使いのシート具合であったりとか、で何よりもちょっと日本のスタジアムと違うところが、ハンディキャップの方々に対してものすごく優しい、ピッチのそばにこういうようなシートがあるってなかなか、日本ではないんじゃないかなと思いますけど、まあ、ゴール前チャンスですけど、やっぱこう5万人近く入るスタジアムですけど、でもものすごく、1897年にできたスタジアムですけど、 Wi-Fi も完備されてるし、あのものすごくやっぱりこうスポーツのスタジアムビジネスというものがやっぱ浸透してるっていうところもエンターテインメントとらまえてるのかなと思いますし、とにかく今チャンスなんで、面白いですね。僕はサッカーの試合を見に行って、今ホテルのすぐそばなんですけど、もう昼間は本当にもう待機状態でしたけど、夜デモ隊どないなってるのかと思ってきましたけど、まあこんな状態です。凱旋門の方、カンボジアリーグやってきます。まだまだサッカーの環境は日本とは全く比べ物になりませんが、ソルティーノアンコールも5人の日本選手が活躍してます。そして今日は多くの子どもたちもスタジアムに足を運んで熱い声援を行っております。レフェリーダービリー両チームスターティングイレブンの入場です。校長先生です。ここからも体育で、神殿でも、FC大阪体育の授業で
頑張れーシリーと他の、はい、青野義明さんのお二人とお送りします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2人を入れます。さてどうでしょう、間に合うか。やりますかね。さて放送席には今年もこのお二方に来ていただいております。元日本代表で現在 FC 大阪スーパーアドバイザーの山野隆義さん、そして FC 大阪マーケティングダイレクターの青野義明さん、本日の実況は読売テレビ平松翔までお送りしていきます。お二方今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは青野様ご講演よろしくお願いいたします。皆さん改めましてどうもこんにちは。FC 大阪マーケティングダイレクターの青野義明です。ちょっと5分ほど のちょっと映像を流したんですけど、一体何やねんお前はって感じの映像に受け止められたんちゃうかなと思います。そしてですね、なぜああいうのをちょっと出させていただいたのかって言いますと、実は5分間の映像の中に最初パリでの映像が流れたと思います。あれ実は言いますと2018年の11月の24日なんです。で、その11月23日。誰も皆さんご存じの通り、この関西で、この大阪で、2025年には万博が開かれると。で、それが決定した時の映像なんですが、あの時は中には当時の松井知事であったりとか、当時の吉村市長であったりとか、当時の世耕経済産業大臣もおられて、で、BIE というその万博を決める加盟国の方々があん中で行って、で皆さん映像何度か見たときに万博が決まって、おっしゃーって。で、その出た時の、いわゆる出待ちってやつのを僕は提灯を持って立ち取ったということなんですよね。で、まあその喜びの歓喜に満ち溢れて、次の日は、あ、パリに来たから僕は、パリサンジェルマンの試合を見に行こうということを計画してて、なんか当日何でもいいからチケット取られんかなというようなことをずっとやってて、まあ、ラッキーの偶然に取れてたんです。で、パリの試合が確か6時ぐらいからだったと思うんですが、まあ、昼は土曜日だったので、パリをちょっと観光しようと思って、街に出たんです。そして先ほどありましたが、街中でデモだったんですね、これ。で、これはもう当時でもニュースになりましたが、イエローギブスというような形のデモであって、いわゆる当時のマクロン政権というものが、いわゆるこれからのエコで脱炭素ですよね、今で言ったら。そういうような排ガス規制に伴って、環境税を上げていく。で、そのことによってガソリン代も上がってくる。まあ、いろんなことがあって、特に物流関係の方々だったりとか、で、フランスは国土が大きいので、やっぱり車がなければ生活しにくいという、まあ、そういうようなお国柄だったので、まあ、それが一気にバーンと爆発して、各週土曜日、毎週のようにして、シャンゼリゼ通りに誰が呼びかけたかわからないやつがどんどん集まっていくのが、あれ何やかんやと6週間、7週間ぐらい続いたんじゃないかなと思います。で、僕、あれたまたま出くわしたのが2週目の時で、一番こう激しくグラッて立っていくのデモなんですね。だ最初僕は祭りやってるのかなと思ったんですよ。祭りやってるのかなと思って見てたら、あっちの遠くではなんか発砲音を鳴るわ、こっち側でわーわーある。気がついた警察隊が、こんなわーって押し物があったんですよね。まあ、そういうのを見てる中に、まあ、先ほどありました、気がついたなんか、催涙ガスの中になんか巻き込まれて目が痛いとか、なんかそんなのを経験したんですけど、で、一方で、そのデモがやってる、で、地下鉄に行ってても、催涙ガスの煙で充満してる中でも、地下鉄を乗っていけば、ちょうど6時には、同じパリ市内の、パリ・サンジェルマンホームですね。その試合のところは、全くそのデモの雰囲気もなく、もうみんなも当たり前の人もサッカーにわーって向かっていくというような、まあそういうのだったんですけど、ちょっともう一回パリ・サンジェルマンの時の映像をちょっと問題してもらって、ちょっとこの映像の中に一つのね、このサッカーの力っていうのがあるんですけど、車椅子の方が映るシーンがあるんですよ。もう少し、ちょっと流してもらえます？左の方にちょっと進んでいくとね、
それこそあのギブス、黄色のギブスを着てる方出てきます。この方、ストップ、ストップ。スタジアムビジネスというものが、やっぱり。これフランスの国旗ですよ。これ何してるのかって言いましたら、さっきまでデモに行ってた人です。デモに。完備されてるし、あのものすごくやっぱりこういうものが、やっぱ新築が入るスタジアムですけど、でもものすごく、なんか、サッカーのゲームには、デモがあってもこなしてくるという、なんかそういうのを垣間見た瞬間でもあったんですよね。なんかそして、まあ、終われば、普通に試合終わっていけば、先ほど夜のサンジェルとあんなような、まあ、これも一つの街の中で繰り広げられている、これ住民の行動でもあるんですよ。でもこのサッカーのこのパリ・サンジェルマンの試合、これネイマールも出てる試合だったんですけど、何のそのしね、不満が爆発しているようなものっていうのはないですよね。国民からここでなんか、マクロンやめろ、ガソリンどうのこうの、そんな雰囲気も。もう、パリ・サンジェルマン頑張れ。まあ、これがなんか一つのサッカーの力かな、というのは僕は初めてここで出会いました。それから、僕自身は世界、いろんな国を旅するようになったんですよね。でその旅をする中には、先ほどですがカンボジア行ったりとか、ベトナム行ったりとか、まあ、当然アメリカ行ったりもいろいろしましたけど、その中でこう行くたびに、このサッカーっていうものが世界のスタンダードやなと思ったんですね。で、そういうようなことを感じてながら、してる中でもありましたが、その先ほどカンボジアでもありましたね、アンコールワットにあるソルティーノというあの本田圭佑が、オーナーしてるチームなんですけど、カンボジアというものは、そもそもやっぱり動乱で、実はポルポト政権の中で非常に悲劇のあった国ですが、今力強くぐーって伸びてきてくれるんですよ。その隣のベトナムもそうですよね。JC さんが、東の JC さんが力を入れてる。やっぱりアジアの国々に行ったときに、やっぱ熱狂してるものっていうのがサッカーであるということと、で、何もなかったとこです、特にカンボジアは。これが急激にそのサッカーというものが出来上がっていて、で先ほどカンボジアの映像の中でありましたけど、ものすごいひどいグランドピッチです。もう野良犬は普通に入ってきてる。ゴミはあっちこっち掘り放題。一応入場券は払ってるけど、もう塀の声とも入ってくるような、まあ、そんなところです。で、会場にいてる子供たちとかも、たくさん目をキラキラしてる。で、なんでかなって言うて、向こうの子供たちと話しかけると、どっから来たのっていう話をすると、カンボジアのサッカーの試合を見るために2時間、こんな2トントラックの、コロの取れたようなオープンのトラックに、もう一クラスですよね。だからもう40人ぐらいがみんなぎゅうぎゅう詰めになって、うわーってここでやってきて帰っていくんですよ。で、その子供たちを集める、どうやって集めてんのかな。でカンボジアっていう国は、夜のエンタメっていうのが全くない。要はそんな国でした。だから夜に何か外に見に行くとか、外に何かをしに行くっていうようなことで、家族団らんで家で過ごすっていうような、まあ、そんなお国柄でもあるんですが、そういう国にサッカーを根ざしていくっていうのは、これ選手たちがものすごく努力をしたっていう話なんです。で、日本のように、小学校の中に、一つの教育があって、言葉を教えられて、体育を教えられて、いろんな規律があってということではなく、何もない。でそこにボール一つを持っていって、この現地の人たちが教えていく。その教えていく中で、例えばサッカーをするために必要な基礎体力をするための体操の仕方、そんなことをずっとどんどん教えていきながら、一つにサッカーを興味を出して、それが目を輝かした子どもたちがスタジアムの足を作っていって、ファンを作っていく。人が集まるからそこにはまた屋台を出していく。で、またその街中にはチームを応援していこうというところがどんどん増えていく。まあ、これがなんかものすごく何もなかった国で行われたこと。まあ、日本で言うとこう当たり前なんですけど、そういうことがもう何もない国ほど急激にぐわっと伸びていく。で、そこに多くの J リーグを経験した、また
J リーガーにならなくてもアジアに飛び出してサッカーを頑張ろうというような活躍のを求めてくる日本人の人たちがスキルの高いような技術を教えていくことに底上げしていく。で、日本人が参画することによって、まあこれはあの本田圭佑という一つの大きなブランドがありますが、あのソルティーノのユニフォームはもうほとんど日本の企業ばっかしがスポンサーですもん。もつ鍋の何々、何々整骨院とか。多分おそらくスポンサーでも安いんだと思います。でもやっぱりそのスポンサーをされている方々のお話聞くと、やっぱり今後の成長していく可能性につながる東南アジアの中でのそのカンボジアというところでの、やっぱり日本の一つのブランドを広げていきたい、マーケティングしていきたいために、やっぱりこうサッカーのツールを使っていく。まあそういうようなものをちょっと見せてきたっていうのがあるんですよね。だから先ほどあの野田市長の話の中にありましたけど、スポーツを取り巻くにはたくさんのものがあるという話がありましたが、まあ僕自身はそういうことをまず世界でいろんな国で見ていく。で自分自身もこの FC 大阪というところとも出会い、で、FC 大阪マーケティングダイレクターとしての仕事もいただいて、その肩書きを持って世界を飛び回れば、出てくる方々がどん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 変わってくるというような経験しました。今までは、青野です。何々会社、青野です。まあ、僕、シンクアコネクトというちょっと会社をちょっと作ってるんですけど、シンクアコネクトの青野ですって言って名刺出すのと、FC 大阪の青野ですっていうのでと、出てくる方々が全く変わってくる。サッカーっていう一つの前は経営サイドの人間か。いうことによって話がどん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 弾んでいく。人間関係が強固されていく。まあこういうようなことを経験してるわけなんですね。だから今まで日本のスポーツっていうものを振り返っていけば、まあ僕自身は小学校の時に少年野球やってました。中学校の時サッカー。高校の時のアメリカンフットボール。まあ大学の時はのんびりとしてた。まあそんなようなキャリアなんですけど、例えば、阪神タイガース、ジャイアンツ、まあそういうような、いわゆる日本のスポーツを引っ張ってきた野球の文化っていうものは、やっぱりこの電鉄で始まったりとか、メディアで始まったりとかして、その大きな企業の広告塔としての発展の中で生まれてきたものだと思います。まあ今、ラグビーもそうだと思います。新しく変わる。でもサッカーっていうものが、29年前にこの J リーグというものが誕生してから変わらないものというのはホームタウンを構えていくと、ここのとこだと思います。でそれと何よりも僕自身が以前の知ってた仕事、まあ翔川さんと同じ業界にいた人間なんですが、まあ、先ほどの映像でありますけど、だん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 僕がそのサッカーに魅了されていくというのをちょっとストーリー化したつもりなんですが、今やっぱこうサッカーで物事を動かしていく、サッカーで街を作っていく魅力っていうのに、ものすごく僕はエネルギーを今発してます。それは先ほど世界を見てきたっていうのがありますと同時に、サッカーをプラットフォームにして、これから日本というもの、この大阪というもの、この東大阪というものが、ビジネスチャンスを多く取りに行けるっていうことを、僕は今体感し始めているんですよね。だけど言いました。自分の個人の会社の名刺よりか、FC 大阪の名刺で外交する方が、多くの方との出会いが広がってきての体験ですよね。で、それは何があるのかなって言いました。思いました。国連の加盟国というものが196カ国。FIFA というサッカーの機関には211カ国と国と地域。国連以上の世界最大の国際機関として君臨する、この FIFA の組織。この FIFA の組織の中に、ヨーロッパであったり、アジアであったり、アフリカであったり、北米であったり、南米であったりとか、それぞれブランチがあって、そこから各国にも降りておる。で、そこには理念はもう全て一緒。ホームタウンっていうものをしっかりと定める中で、そのホームタウンの地域の経済をどう動かすか、地域の課題をどう解析するか、そのプロスポーツクラブがあることによって地域を発展させるために、そのクラブのミッションを全て背負っている。で、その理念のもとによって J リーグというものが誕生してきた。だからこの J リーグを目指すチームというのは必ずホームタウンを定めていく。ホームタウンというものを、のスタジアムというのを明確にしていく。で、それは文章だけじゃなくて、
そのホームタウンの自治体、経済界、市民の皆さん、どんだけきちっとした実践をしているのか、こういうところが一つのライセンスを付与されるための重要なところというのが J リーグのための参画です。強い選手をどん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 かき集めたとしても J リーグには上がれない。それは冒頭言いました他のスポーツと違って単なる企業の広告そういうもんじゃないです。この地域を良くするためにプロスポーツクラブが存在している J リーグというものがあるんだということを明確にするためにこれは動き出しているというものがこのサッカーの世界なんですね。これに触れてからも僕はもうこのことだけにしかもう頭が回らないような生活になって、もうこの3年の中でもう僕自身は気がつけばこの社長の配慮があってアスリートチャンネルという読売テレビの解説者の皆さん、あの実況の方と一緒になってサッカーの解説者をするようなところまで行きました。でも僕自身はこの社長のようにサッカーの経験者じゃありません。ない中でも街をどうするかとかこのサッカーの魅力によってどう人が動くのかとか世界からどう見てるのかということを伝えていって多くの方々をこのサッカーというものの文化に触れてもらうということが僕の一つのミッションやと思ってるんですよね。その中で解説を通じてそしてまたこのアーカイブの映像を通じてまあ要所要所の当然勝ち負けでありますけどその中でメッセージを出しながら FC 大阪というものを盛り上げていこうというのが僕自身が今担っている大きなところかなというところなんですよね。まあこういうような話をしているときに最近やっぱり変化があるのがいろんな Facebook、Twitter、インスタそういうところで FC のことをどん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 流しておるとこの春先のシーズン前になると外国の人からたくさんなんかメッセンジャー通じていろんなものが来ます。で、サッカーのシーズンっていうのは3月から12月の頭ぐらい。で、12月から3月まで開幕するまではいわゆるオフシーズンになるんですが、このオフシーズンの間っていうのは世界中のサッカーのマーケットがうわーって目まぐる。そこにはヨーロッパのビッグクラブ移籍するときに移籍金が何億だった。日本からも行った。日本に何々選手が行った。人が動くので、そこにはものすごい経済が動いてるわけなんですよね。で、最近、そういうような時期になってくると、今でもそうですが、アフリカのエージェントであったりとか、ベトナムのエージェントなんか実際に本社まで来ましたよね。で、ブラジルの方であったり、なんか多くの方々が、僕はエージェントじゃないんですが、FC 大阪っていう一つのその肩書きを持っていることによって世界の方々がどん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 いろんなことを売り込んできます。その売り込みは当然選手の売り込みもあればその国々の商材をこういうふうにして日本のマーケットに持ち込みたいんだけどどうしたらいいの。全部サッカーフックでどん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 来ます。だからそこには一つのこのサッカーという中でのこのビジネスというものを展開していくあるのか。この逆バージョン、今近藤社長と我々自身が計画した中でもこの東大阪の中にも多くの外国人の方々がいてます。で僕自身はあの去年の2月の25日の最後の日行けてないんですがベトナムによく足を運んでるんですよね。でベトナムの国っていうのはジャパンをものすごくリスペクトしてる国の一つです。でさらには日本のものづくりっていうものに対して憧れを持つ。ベトナムの人が日本の金属加工を作ることによってお前ら日本の技術が君たちにできるのか、できた時に対してやっぱりこう満足度が上がってそこにはまたステータスを入れるということでものすごく日本のそういうものづくりの方に足を運びたいというベトナム人の方がたくさんいてます。でそういう方々とも交流しに行った時にもまず最初にはアーノさんで、まあ、ちょっとベトナム語ですね、アーノさんサッカーしましょう。お酒飲む前に。向こうの子たちとサッカーをした。でそこでもサッカーすることによって、もそれでも一つのもう輪ができて、よくあるような僕の着てた犬をあげるわって言ったらもう大喜び。そういうようなことが一つのきっかけとなって、そしたら次日本に人を送り込みたい。日本にこういうことをやっていきたい。どうしたらいいんだ。そういうようなことなんかに相談をして、
そのことをこの東大阪に持ち帰ったときに、ベトナム人ってどれぐらいいてるのかなっていうことをちょっと調べると、当然日本の大阪の中には、まあ、中国、韓国、北朝鮮、朝鮮ですね、これが多い、圧倒的に多い。その次のがベトナム人なんです。大阪で3万人。で東大阪にずっと焦点してもらえば、1500人のベトナム人の方々がこの東、でも彼らっていうのは、僕は東大阪のサッカー協会の会長もしてますけど、あの花園のところで、ボール一つで、ベトナム人の子たちがよくサッカーしてるのを僕よく見かけたんです。でもやっぱ彼ら自身も、なかなかやっぱりこう異国の地で、いろんなコミュニケーションを持ってるけど、行政とのパイプもないっていうようなこともちょっと話を聞いたりすると、あ、そういうところをなんか FC でお手伝いしましょうよ。でまたベトナム人を雇用されている方々の企業さんのお話で、やっぱりこう企業の一つの課題、リクルート、さまざまなことを考えたときに、サッカーを含めにこういう外国の方々も楽しめる場っていうのも、日本人と交流できる場をもっと深くするのに、FC として、ホームタウンとして一緒にやっていきましょうということもあって、今、今年の先ほど6試合、東大阪でやるという話じゃないですか、そこにはものづくり、外国人、ベトナム人、さまざまなものを要素を含めたようなサッカー大会もやっていこうというようなことなんかも動かしていく。そのことによって、また人の人流がつながることによって、またベトナムとの強化であったり、まあ、そういうようなことがしていくことができるというのが、僕自身が今ちょっと進めたりしていることなんですけど、これがもっともっとこのコロナが収束して、いろんなことができるとお話しした中で、ドイツのあれなんですか、ビールの、オクトバスフェスタはありますよね。ドイツのビールを飲もうみたいな、ね。それはいろんなところでやってるんですが、結構町おこしのイベントとしていろいろあるんですが、実はそういうようなことも東大阪でやりたいという話が来てます。でその中で、なかなかそれだけ一本だったら難しい中で、まあ、そこで登場するのが、やっぱドイツのはサッカーの国ですから、FC さん、それ何か一緒にできませんか、ね、まあ、こんな話も話題かな。一回ちょっと考えていきもやりましょうか。いや、実はイタリアの領事館の人とも話すると、なんかイタリアのチョコレートいつも売れるんですけど、イタリアの方も何かしたい。そこもサッカーですよね。ベルピアですね。もっと言うならロベルト・バッチョの国ですよ。これは面白いですよ。で、一緒にやりましょう。それなぜできるのかっていうと、もう FC 大阪っていうものが、東大阪とシェイクハンドしてる。ホームタウンを花園に構えている。そうすることと同時に、先ほど言いました。世界的なネットワークの中で動いてるスポーツであるってことなんですね。青野くんなんて、そんなこと言うても、自分そんな、誰呼んでこれるのよ。これみんなも、これ不思議な世界なんですよね。これサッカーの世界でずっと言ってると、必然とそういう方々とエージェントを通じて、ダイレクトなものが繋がっていくっていうのが、僕この3年間やってます。例えばロベルト・バッジオ、1994年のアメリカとブラジル、アメリカ大会、ブラジルとイタリアの決勝で最後 PK を外して、ものすごく、わーってなったロベルト・バッジオ。でも彼は引退してからもものすごく社会貢献活動してる。彼を呼びたいな、呼びたいな、みんなでわーって言ってたら、呼べるようなところまでたどり着いてます。夢がありますよね、話なんですよね。それが、そういうような選手が、この東大阪にやってきたとき、どういうようなハレーションがふわーって起こるのか。なんかそれを想像していけば、人が集まってくる映像しか僕にはないんですよね。だ人が集まってくるっていうことは、そこで行うべきものっていうのは、それぞれのお持ちのビジネスの中で何をぶち込んでいけばいいのか、どんなことをしているのか、そんなことが出てくると思います。もっともっと先ほどありました、このパルク・デ・フランス。1897年にできた100年以上前のスタジアムであったとしても、もうすでにここはフランスのワールドカップの時でも使われた改造。もっと言うのは、まあ2006年だったかな、フランスのラグビーのワールドカップでもこれ使われた改造。もっと言うのはパラリンピックなんかでも使っていたような改造。こういうようなところなんか、
100年経ってもない抜群、もう地上からそのままダイレクトで障害者が入っていくような環境、 LED のディスプレイ、いろんなものがバックアップになっている。さあ、そういうことを日本のスタジアムに置き換えてきた。オリンピックで多く整備されてこれからだとなってますけど、まあこういう地方のスタジアムっていうのは何か大きなイベントがあるときに即席であってもその先の戦略っていうのは欠けてるの。花園っていうものが確かにワールドラグビーっていうもので成功を収めた、それは事実だと思いますが、でもあそこをベースにして世界的な基準のものを取り組む的な課題はたくさんあります。あのメインのなってる屋根の問題、柱がある、世界は求めているようなスタジアムがすると、やっぱ観客収容の問題があったりとか、何よりもこれからは映像の時代です、ライブ配信です、そういう映像のドラマえた時にあのスタジアムというものが世界的なイベントを引っ張るのにはまだまだ企画不足の問題があって、そういうようなことをもっともっと戦略的に考えていく中でいけば、この花園というものは僕はまだまだ夢があるんじゃないかなと。そしてその花園が夢を広げて成長していくことが東大阪の成長になって、皆さんのお仕事、そして子どもたちにも夢を与えていくこと、まあ、その礎となっていくのが FC 大阪であって、でそういう礎の中に我々自身はそこで汗をかいていく、この喜び、こういうところが何かこう花園でこれから動き出していくところに、東大阪の青年会議所の皆さんが、今まで野田市長がおっしゃってましたように、トライ君を産んだ海の親で、毎年高校ラグビーがあるときは何度か僕もいただきましたけど、先出しをされて全国のラグビーを応援に来られる高校生の応援するようなその姿も伝統として持っている。でもそれだけじゃこの街を良くしていくにはまだまだ、さらなるステップアップしていくのに、フットボールの街としてどうしていくのかというときに、今まで積み上げてきたものを一つのレガシーとして残しながら進化していくというところのなんかチャレンジをやっていこうというときに、 FC 大阪とこうやってシェイクハンドができるというのは僕は嬉しく思います。何かあの青年会所というものはどうなのかな、ちょっといろんな駆け引きがあるような団体かなって、僕はちょっとそういうようなイメージを長いこと持っておりましたけど、半年前にあの今日横山さん、メンバーの横山さんがなんか FC 大阪と何々したいんです我々は、まあ、そんな話があって田中委員長とか出会ってきて、まあいろいろきつい話も言いながらも、半年経てばこういう形でシェイクハンドという舞台を作ってくれて、これから共にやっていこうよというようなことがなんか進んできたっていうところに、何かもう新しい世界観っていうのを作り上げれるんじゃないかと思います。僕はこの東大阪っていうものはこうだと思います。今までは内々的なことで物事をジャッジする町の考え方が主流だったと思います。これは東大阪の塩取り巻く環境もそうだ、経済界もそうだ、ひょっとしたら僕が言ってた政治の世界もそうかもしれません。内々的なドメスティックなところで物事をする、この町だけの中で何いろんな人間関係で物事をする。でも今はもう世界につながる時代です。我々の子どもたちのような自分たちでインターネットを駆使し世界の情報を取っていく、そういう時代の中で育ってきます。しがらみもあるかもしれませんが、それを乗り越えていく、いわゆる外からの力によってこの町は発展するんだろうというのは僕は確認します。かつての幕末のように黒船がやってくるたことによって日本は目覚めて開国していった、この東大阪というものはこれからスポーツの街をしていこうというのに、こういう姿勢の中で歌っていく、ラグビーの街をフットボールの街としてさらに進化させる、こんなことが市長のトップの口から発せられるような時代になってきた。この黒船の一役を担ったのが FC 大阪です。一役を担っているがゆえに、さらにそれをかつての文明開化のようにしてこの街を成長させていく、それが我々のミッションであるということなんです。それをなんか東大阪青年会議所の皆さんとずっと進化している過程を共有していって、ああやっぱり東大阪 FC 大阪であって J リーも行ったで、もっと言うのは J1 にも行ったで、
それどころか、あいつらも世界のアジア大会、世界大会まで行くクラブになったで。そういうような何か壮大な夢のプロローグをなんか一緒にスタートできるっていうのは僕は嬉しく思います。そのために互いに努力していく。必ずこう成長していくときにはチャンスはたくさんありますんで、その中には皆さんのお持ちのスキルというものを生かしてできるようなことはたくさんあります。最後になりますけど、僕はもういろいろな国々の街を見てきて、その中心にあるスタジアム、クラブというものが街づくりにどれだけ貢献しているのかということは目の当たりにしてきている人間としたら、この街の発展というものはサッカー中心にそこからいろんなものが、チャンスが生み出していけることというのは僕は確信してますし、もうそれがもう進行形として動いております。ぜひとも皆さんと一緒にチャンスを掴んでいきたいなと思っております。ちょっとガサツなお話になりましたけど、ちょっと僕の思いのエネルギーを発して、このエネルギーを皆さんのここに置いて、僕は、お話をお寄せさせていただきます。佐藤理事長、いい機会いただきました。ありがとうございました。青野様、ご講演ありがとうございました。